パラプンテ J2 沼チャンネルということで、今回は J2 第12節の、見どころというかですけどね、プレビューみたいな大それた、面白い話はしませんけども、対戦カード確認等をやっていこうです。よろしくお願いいたしますということで、さあ、やっぱ好調なチームは、引き継いで、調子がいいという、J2 組にはなってきます。まあね、ブラブリッツ秋田さんが非常に調子がいい、1年前も調子が良かったんですけども、まだ好調維持、ジェフ千葉戦はいい形で勝利を上げることができました。徳島ボルティスもですけどもね、前回勝利で最下位脱出というところでございます。さあ、今回はですけどもね、一応別に上げるプレビュー動画以外のゲーム、だからどこだったっけ、岡山清水秋田横浜 FC 以外のゲームの、見どころを、やっていきます。で、秋田横浜 FC と、清水岡山清水に関しては別に動画を上げますんで、そちらよろしくお願いいたしますというところで、まずじゃあ順位表から見ていきましょうかね。こちら、まず仙台千葉というところで、ベガルタ仙台現在勝ち点17位で7位というのは今シーズンの成績には、なってきます。で、対する J 千葉現在勝ち点14で12位というのが両チームの今シーズンの成績ですね。まあだから J 千葉からしたら、まずプレーオフ圏内、6位以内に入りたいというところなんで、その6位以内、プレーオフ圏内でもない仙台、県外の仙台との差が3ポイントだから、ここをね、千葉が仙台に敗れてしまうと、さらにプレーオフ圏内が遠のくで、仙台からしたら逆にジェフ千葉に勝ってプレーオフ圏内に、返り咲きたいっていう思惑がある。まあジェフ千葉これ以上離されるとね、本当にプレーオフ圏内も、黄色信号が共に関連、まだまだ序盤戦とはいえね、この流れはね、断ち切りたいですよね。上に行きたいという、ジェフ千葉、そして仙台がプレーオフ圏内に戻ることができるかどうか。まあだから仙台からしてもね、ライバルになるジェフ千葉は突き放しておきたいという思惑はありそうですね。で、両者の均衡試合は、仙台が2勝1分け2敗というところで、ジェフ千葉は2勝1分け2敗、両者一緒ですね。勝ち点的には直近5試合は同じ数ですけども、ジェフ千葉なんか前回秋田にね、本当は勝ってたんじゃないかっていうところ、あと数分間守れば勝ち点3がゲットできたっていうところだったんですけども、最後2失点、本当に最後の最後に2失点してしまっていますんで、この試合はね、リードした展開でしっかり、守りきることができるかどうか。それで仙台は逆に、そのジェフ千葉相手に、やっぱこのチームはね、仙台はプレッシングがね、レベルが高い、両者ともね、守備の強度は高いんでね、本当ジェフ千葉からしたら、その守備のいいところを、いい攻撃につなげていってほしいし、仙台ハイプレスからね、どんだけね、カウンターにつなげることができるかとか、ボールの奪いところはちょっとね、仙台は、相当意識してやってきますんで、ジェフ千葉はそのトランジションのところはね、注意していかんといかん。仙台のトランジションは本当早いですからね、切り替え、攻守の切り替えは本当凄まじく早いんでね、そこでジェフ千葉がちょっとね、後手後手に回るようであれば厳しいんじゃないかという感じもしますけども、さあ、どうなることかというとこですね。で、こちら徳島、また、徳島現在勝ち点8で18位、そして山形16で9位というところ。徳島はなんとか前回藤枝に勝利で、最下位出しというとこでした。さあ、この試合連勝なるかどうかというとこですね。山形は勝ち点16で9位、本当山形もまずプレーオフ圏内に顔を出したいといったとこでしょう。直近5試合連勝はありませんが、3勝2敗ということで勝ち越してはいますね。今年の、山形も相変わらず引き分けが少ないですね。勝ち負けに対しての引き分けが少ない、5勝1分け5敗なんで、基本的には白黒はっきりつけていく。で、やっぱ山形が上に行くにはね、連勝ってところが一つ鍵でしょうし、この山形からしたこの、中国四国勢との3連戦はどう乗り切るかと、いったとこでしょうね。で、こちら群馬、長崎、これに関してはメインチャンネルの方で毎回ね、やってますんで、長崎はね、今回も軽く触れる程度ですけども、群馬県の勝ち点6で最下位、長崎が、勝ち点24で2位といったところですね。長崎ね、得点が23点、失点10、いや本当安定して、得失点差稼いでます。で、直近5試合が、群馬が1勝1分け3敗といったところで、長崎は直近5試合は4勝1分け、さあここね、勝って5連勝とすることができるかどうか。今年5連勝達成したチームっていないんじゃないですか。5戦負けなしとかはね、岡山さんあたりが達成してそうな感じがしますが、5連勝となるとね、本当に今年 J2 初と思いますんでね、特に前回上位の横浜 SC に勝ってのこの試合にはなるんで。
まずここね、群馬秋田に連勝して九州ダービー大分戦を、迎えることができるかどうかと、いったところでしょうね。でこちら、熊本大分、こちらが先にダービーですね、熊本大分というところで、熊本現在勝ち点12で14位、そして大分勝ち点13で13位と、いうのが今シーズンの両者の成績と、いったところですよね。熊本は水曜日に、ルヴァンカップがありましたね。ルヴァンカップがあったんで、まあね、そこでの休憩ってところでちょっと大分よりもね、体力的には厳しいかもしれません。まあね、ここ、まあ、ある意味底力が試されるかな。鳥栖に敗れてのこの試合にはなるんで、ただゲーム内容としては全然悪くなかった。ちょっと僕は映像で見ていないんであれですけども、ただいろんな方の話を聞くと熊本も全然ね、悪いゲーム展開ではなかったというところなんでね、それをこの試合どういう風に反省で生かして、やることができるかどうかというところでしょう。で大分がやっぱ苦しんでるなというところ、まあ九州勢として大分も熊本も両方応援してますが、まあ順位的には大分が1個上なんですけども、なんかより苦しんでるのはなんかね、大分な感じがして、まあ熊本の方が順位的にはあれだけども、でも内容的にも別にこう毎回悲観する内容ではないんでね、ちょっと大分どこでどう切り替えるか、ちょっとね厳しいなっていう感じはします。まあ片野さんがどこか帰ってきたんでね、今年はね期待値高かったんですけども、ちょっと点をどうやって取るかっていうところ、まあ長澤選手の高さを生かすっていうところも一つね、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいし、それを突き詰めてもいいのかなっていう感じはしますが、なんかそれ以外のところで手詰まり感がある、大分には、なってきますんで、本当九州勢として僕は熊本大分もね鹿児島全部応援してますが、さあこの試合、まあ両チームにとってなんかターニングポイントに、なるゲームになる感じがしますし、まあ大分からしたらね、ここから3試合中2試合は九州ダービーになりますんで、ダービーで、しっかり連勝することができるかどうかといったところでしょうね。でこちら栃木いわきというところで、栃木の勝ち点12で16位ですね。でいわきが勝ち点16で8位というところで、まあ両者耐え時かなっていうのはあります。栃木やっぱ残留争いに巻き込まれないというためには、ここ耐え時、ちょっと5試合勝ちがない状態なんで、一つね残留争いに、まあ本格的に突っ込む前にですね、足を突っ込む前に、しっかり耐えることができるかどうかで、いわきも上位とこれ以上やっぱり離されたくないし、最初言った通り上位陣が今回1位3位が潰し合うんで、しっかり勝ち点3を取ることによってまたプレーオフ圏内とか上が見えてくる。ちょっとねいわきも勝ち点別にこぼしてないし、まあ上がねしっかり勝ち点取ってるっていうのもねあるかもしれませんけども、こうね本当プレーオフ圏内に残るためには、残るというかこの試合、プレーオフ圏内返り咲くには絶対勝利が必要という状況なんで、まあ本当ねある意味この試合栃木のいわきも一つターニングポイントになる感じがしますね。でこちら愛媛甲府というところで、愛媛現在勝ち点15で11位、そして甲府、まあ、ゴールキーパーにちょっと緊急事態が発生して、そこからね、ゴールキーパー獲得した甲府にはなってきます。特例措置ですね、甲府8年18で5位といったところ、愛媛直近5試合が、2勝1敗2分けというところなんで、まあ、直近5試合中4試合でしっかり勝ち点を取ることができている愛媛というところですよね。で甲府は勝ち点18で5位で、そして直近5試合は2勝1分け2敗といったところで、まあ、やっぱ連勝が欲しい、甲府からしたら連勝して、ね、上に行きたいというのがあるでしょうし、もちろん実力とか、ね、チーム力的には全然優勝争いしてもおかしくないクラブ、それは甲府にはなります。やっぱ1位と3位が今回潰しちゃうというのは甲府にとっても、ね、上に行くためにはちょっと重要な、ところ、まあ、本当上が潰しちゃうからこそこの試合しっかり勝ちたいと、いったところでしょうかね。で次こちらですね、鹿児島山口というところですね。鹿児島現在勝ち点が12で15位といったところですよね。で山口勝ち点が15で10位というのが両者の今シーズンの成績にはなってきます。で鹿児島、まあ、一番悪い時はなんとか脱することができましたね。ずっとねノーゴール、ノーゴールというのは無得点、何がノーゴールというのかね、ずっと無得点がついていたんですけども、愛媛戦で2点取って、で前回栃木戦でも2ゴール、2試合連続で複数得点決めてますんで、まあ、やっぱ一番悪い時は脱出することができたのかなという感じがしますし、故にねしっかりこう連勝することができるかどうかというところでしょう。で山口もちょっと連勝がね最近ないんで、こうしっかり勝つことができるかどうか、まあ、ちょっと苦しんでた水戸への敗戦というのはちょっと痛い感じがしますし、ここで鹿児島に勝って立て直すことができるかどうかといったところでしょうね。でこちら
今回最後は水戸くじ枝というところで、まあ水戸さっき言った前回勝つことができたんで、まあ5試合負けなしというところですね。直近5試合は負けがない、1勝4負け、まあ5試合連続で失格勝ち点を稼いでいるという水戸にはなってきます。で藤枝現在勝ち点8で19位、やっぱ最近ってか前回徳島に敗れたのがちょっと痛いし、藤枝が直近5試合で1点しか取れていないっていうのらしくない。本当ね、どうしたもんかね。しっかり補強はしたしね、朝倉選手とかいい若手の選手もいるんだけども、最後ちょっとね点を決めきることができていないんで、で藤枝からしたらここからね水戸群馬栃木っていうね、まあ、これからもしかしたら残留を争うかもしれません、ライバルです、まあ、まあ現状残留争いの、になってる水戸と群馬ですよね。そしてもしかしたらこのね5月6日の時点で、下手すら残留争いにどっぷり使っているかもしれません、栃木というところなんで、まあ、平均順位は低いとこの、ね、3連戦が藤枝は続きますんで、このその初戦水戸に勝つことができるかどうかといったところでしょうかね。はい、テロコレコレジュース一度パルムンテ J2 マチャンネルございました。よかったらさらます。